下川鉱山は、北海道上川総合振興局管内の上川郡下川町にあった鉱山。新下川鉱山、下川銅山とも呼ばれる。銅、硫化鉄、亜鉛などを産出した。42年間の創業で、平均陰度含有率2.34%の含む、銅硫化鉄鉱を約700万トン産出した。交渉は、下川パンケ川の上流域に広がる。 古代三期気力眼体の登園部にあり、王道校、自流鉄校、高鉄繊維亜鉛校を含む。1941年に軍需上の要請で三菱工業株式会社による本格的な炭鉱が開始された。1944年には軍需会社法の指定を受け、物資や労働力の優先取り扱いを受け規模が拡張した。 その後も順調に増産を続け、最盛期の1974年頃には、月産3万3千トン体制となるが、どうの貿易自由化、炭鉱、最高、環境対策のコスト増加、円高による輸入品の低価格化で収益が急速に悪化し、1983年に急やまし、事実上閉山した。清涼書は持たず、 先行された成功は1965年までは、直島精錬所に、それ以降は主に、小名浜精錬株式会社へ送られた。旧山大前の1980年より1982年まで、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する基礎的試験のため、同僚黒路、各燃料開発事業団により、行動を利用した岩石等水性等試験が実施された。 ありがとうございます。